プニング聞こうかなと思ったら、いや今回はこっちで聞かないかな。オープニングとエンディングね、カットすりゃいいんやけどな。7一回一回ミントの当てられんじゃん。新規キャラクター一人増やしてるぐらいで、高等学校。地球帝国宇宙軍付属沖縄女子宇宙高等学校3年2組出席番号2番天野和美。宇宙から帰ってきた私たちを待っていたのは沖女の卒業式だった。ああ早すぎる卒業式。私はこの校舎には4ヶ月分の思い出しかない。でも地球ではすでに10年が過ぎていた。マジで？あの柏原さんも今はこの学校の先生になっている。マジで？クラスメートはもう誰もいない。キミコももういない。宇宙は思い出さえ吸い取ってしまうのね。てかメガネのやつ子供とかおるんじゃねえか。同じく3年1組高谷のり子。はい。同期の男からしたらすっごい嬉しいんじゃないか。17でもう卒業か。なんか人生得したみたいですね。何言ってるの。何も分かってないのね。戸籍上じゃあなた27歳なのね。じゃあ本当は私子供なんかいたりしてもおかしくない年なんですね。そうかもしれないわね。それじゃまた後で会いましょう。はい、お疲れ様でした。卒業式だったのね、のり子。やっべ。え？ああ、私よ。わからない？あなた、キミコ？キミコなの？親友の顔忘れてなかったみたいね。本当にキミコなんだ。すっかり大人じゃない。信じらんない。驚くのはこっちよ。あれから10年も経つのに、ノリコはちっとも変わらないのね。これがおばちゃんの音。読んのにいきなりもう。ここも懐かしいわね。ちょっとさ、
お前誰や。じゃあひーちゃんもリツコも結婚したのか。私だけ取り残されちゃったのね。おまけにキミコはもうお母さんか。ねっ、高見ちゃんいくつ？今度3歳になるわ。ふーん、二つの空に浮かんでるのを見た？エルトリウムよ。あれが？おかしい、おかしいな。でっかいのね。全長は70キロを超えるそうよ。そう、やっと機上卒業できたのね。おめでとう。なんでも地球脱出よ。え？噂だと軍人を優先させるから民間人で乗れるのは4000人に1人ですって。そんな。ねえ、あなたのコネで高見の席どうにかならない？コネだなんて、そんなの私には無理だよ。あの子には未来が欲しいの。キミコ、嫌いだぜ。地上からも肉眼で見えるのね。ユンユンゴの話だ。あんた、そんなことどうだっていいわ。きっとそんなことどうだっていい。あ、もうコーチに合わんだよね。危ない危ない、装備つけ忘れた。トマホーク使う。あっ。
これで負けるぐらいやったらやべえだろ。わかんない。じゃあいいか。それでは始め。うん、いい感じだ。その調子だ。諦めるな。うん、いい感じだ。その調子だ。諦めるな。よくやったな。なんだか私が知ってる沖縄じゃなくなっちゃってるみたい。宇宙にいる間にこんなに時間が過ぎて、私一人取り残されていく。パパも宇宙から帰るたびにこんな思いをしていたの。こんな寂しい思い。太田君、我々が沖縄まで来たのは他でもない。まさか宇宙怪獣。天文台から報告がありました。琴座の326付近に敵の大集団が確認されたそうです。くそ、やつらめ。敵の数は推定でもおそらく億は超えており、領域は約80天文台。地球に戻ったばかりですまんが、君たちしか頼れる者がおらんのだよ。わかりました。高谷たちには私から話します。しかし太田君、これはわしの仕事だ。あいつに高谷がまだ教えていないことがあるんです。それを伝えなければ。沖縄からの定期シャトルを使えばすぐに宇宙へ出られます。他に戻ったと思ったらすぐにまた宇宙か。因果なものだな。まったくです。敵の大集団に確認された。
宇宙を埋め尽くす勢いで地球へ向かってきている。そんな、地球の位置が知られたんですか？宇宙軍は蜂の巣をつついたような大騒ぎだ。すぐにでも大規模な迎撃部隊が編成されるだろう。それにはもちろんタカヤ、ガンバスターとお前も組み込まれるに違いない。やってくれるか？はい、ガンバスターとコーチが一緒なら私怖いものなんかありません。そうか。それとな、もう一つお前に言わなくちゃならぬことがあってな。何ですか？それは、コーチ、コーチ、大丈夫ですか？今、救急車を。いや、もう病院でどうこうなる体じゃないんだ。そんな、コーチ、どうして？俺の体は宇宙放射線に侵されている。そう長くは持たんだろう。これが俺がお前に教えてやれる最後の戦いになるかもしれんな。そんな、私嫌です。コーチがいなくちゃ戦えません。私が宇宙に行っている間にコーチが死んじゃう、そんなの耐えられない。俺だって最後の最後まで教えてやりたいさ。だから俺はバスターマシンに乗ろう。最後の瞬間までお前と同じ時間を生きるために。コーチがガンバスターに。タカヤ、お前一人では単なる火だが、俺の教えの全てを受け入れた時、ようとなる。ようなんかい。その時こそガンバスターは真の力を発揮する。コーチ、どっちにしろ短い命だ。お前と地球の未来にくれてやれるのなら本望だ。勝ちます。タカヤ。あ、そっか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 。あ、そっか、俺、あれか、コーチ選んだかな。あのな。ガンバスター。普通にカスミで選べばよかった。マジで、こんな展開来ると思わなかった。総力を挙げて、迎撃するしかあるまい。頼みのエルトリウムの様子はどうなのかね。あ、現在、移送が 16% 進んでおり、明後日より、支援部隊1500名が新たに全部やったと。俺が取ったんやろな。とても出撃はできない。偽装の済んでない戦艦なんぞ石のタヌキだ。しかし現存する戦力では万に一つの勝ち目もありません。それではどうするんだね。敵は明日にも絶対防衛線を超えるかもしれんのだぞ。提案します。おた中佐、配管処分となった無人のエクセリオンを敵中心部に送り込み、そのキングスメンを抜いてワーフエンジンとなる宿体炉を暴走させます。ボイド効果により暴走した宿体炉は2分40秒後に人工ブラックホールとなり、雷王星ごと敵の大半を飲み込みます。その護衛にはバスターマシンを使用します。太田君、無茶を言うな。敵が数億ですよ。完成してるガンバスターがただの一機で、他にどういう作戦があると言うんですか。ありはしませんよ。うわ、いやー、これ霞にしときゃよかったな。中心部に配管処分となったエクセリオンを送り込むキングストンでも、暴走した宿体炉はボイド効果でブラックホール化し、敵の大半を飲み込んで消滅する。俺たちの任務は作戦ポイントまでエクセリオンを無事送り届けることだ。分かったら
こうして狭いコックピットに座っていると現役の頃を思い出す。現役のコーチか、想像つかないな。どんなパイロットだったんですか？ああ？え？そんな話聞きましたっけ？まあいい。昔の俺か。まっすぐだった。前しか見ていなかった。だから断るごとに周りと衝突してな。誰も自分のことなんか分かっちゃいないと思っていた。天才などと呼ばれていい気になっていたのかもな。ほう、一匹狼って感じですね。実際は群れからはぐれた迷子の犬さ。それを気づかせてくれたのが高谷提督だった。パパ？そうだ、部下の面倒見が良くてな。若い犬が吠えても笑って全てを受け入れてくれた。人を信じることを教えてくれた。そして自分を信じることもだ。私はコーチにそれを教わりました。そうやって人の思いというのは伝えられていくのかもしれんな。パパの思い確かに受け取りました。ありがとうございますコーチ。敵中心部まで16キロです。ここからは敵の勢力圏内だ。二手に分かれているぞ。何としてもエクセリオンを死守するんだ。はいコーチ。中心部に達します。よし、ここまで来た。ここまで来たぞ。コーチ大丈夫ですか？攻撃の手を緩めるな。今お前が気にしなくちゃならんのは俺の体ではなくエクセリオンだろう。でもコーチ、敵のど真ん中まで来てまだわからんのか。今この瞬間、お前がすべきことだけまっすぐに見ろ。他人を頼るな、自分を信じろ。はい。それでいい。お前は今までよく頑張った。俺のしごきにもちゃんとついてきた。俺が教えられることはもう何もないのかもしれんな。そんな、私まだまだコーチに教わらなくちゃ。だからコーチ、俺は地平道を吐いてでもお前についていく。お前は成し遂げなくてはならんことに集中しろ。合体しますコーチ。おうよ、俺たちの意地を見せてやる。やばいやばい、まだ17歳だ。
あっつえ。若元ビーム。どこや。敵の集中砲火が来るぞ。バスターシールド。いや、むずすぎんよ。いや、むずい。スーパーバスターミサイル。あれ こっち。え？ゆ、夢？こっちか。またこっから。作戦は説明したとこ。すいません。どっちにしてもた。ごっちんするとは思わなかった。そうします、なかったことに。
集中砲から来る。すごいな、これはこれはで面白いな。マルチエンディングなんか。さよなら、エクセリオン。てかここのところだっけか。
これまで地球のために戦ってきた努力と根性で、それは高谷提督にもらった命を最大限生かすためだった。コーチ。だが今ならわかる。俺はお前に巡り会うために生きていたのだということが。絶対防衛戦での私たちの戦いは終わった。6ヶ月後地球に戻った私とコーチは、最後に残されたわずかな時間を二人で生きると決めた。私たちの大切な時間を。え？素敵な結婚式だったわ、ノリコ。お姉様、ありがとうございます。コーチのこと。よろしくね。はいはい。泣いちゃダメよノリコ、今日は旅立ちの日なのだから。そうよノリコ、湿っぽくなるじゃない。ユング、あんたこの私もカズミも蹴散らしてコーチをものにしたんだから、胸を張りなさい。コーチ、おめでとうございます。ありがとう、アマン。お幸せに。ノリコとならきっと大丈夫ですわ。最後までお前には世話をかける。あら、コーチのためじゃありませんわ。そうそう、こんな美女を二人も袖にしてノリコを選ぶような人、どうでもいいわよね。あ、ユング、ひどい。ここにいたのか、諸君。艦長。カルメアデス計画の執行準備、整いました。人類の命運をかけた戦いが始まる。頼むぞ、ユング君、天野君。では急ぎましょう。出航時刻が迫っています。そうだな、では諸君行こうか。はっ。艦長、申し訳ありません。最後の戦いだというのに。何を言うんだ、君たちにはこれから戦いが待っているじゃないか。私たちの戦い。この地球を、わしらの故郷を守るという仕事はな。艦長、謹んで拝命いたします。この命尽きるとも。艦長、お姉様、ユング副長、ご無事で。大丈夫よ、あなたたちの未来、私たちが作ってあげる。お姉様、お姉様。あらあら、最後まで泣き虫ね。お、ガンバスター、おいしい服よ。少ない命だ。その代わり約束してほしいことは。何ですか。アマンたち銀河中心殴り込み艦隊は必ず勝つだろう。彼らが守って戦ったことを後悔しない世界を作ってくれ。それがこれからのお前の仕事だ。はい、光一郎さん。選択肢ミスった。3ヶ月後、地球は衝撃波に襲われた。そして
地震、津波、洪水、隕石の嵐、宇宙怪獣の残党、大勢の人の命とたくさんの努力と根性で地球は生き残った。光一郎さんはみんなの先頭に立って奮戦し、お姉さまたちが出発して3年後この世を去った。私は光一郎さんの意志を継ぎ、バスターマシーン3号の完成を見届けた。私はバスターマシーンには乗らなかった。お姉さまは必ず勝つ。私は私の戦いに勝たなくてはならない。光一郎さんとの間に生まれた私たちの子供がいる。この子か、この子の子供か、それともずっと先の子孫が。帰ってきたお姉さまたちを胸を張って迎えられる世界にする。それが私の戦い。ほら、私には見える。お姉さまとユンマがいつもの笑顔で笑いながら私たちのところに帰ってきてくれるのが。私の子供たちは必ずこう言うのだ。おかえりなさい。いやー、やっちまったな。これ俺失敗した。アクティブハートって、たまに歌おうかな、カラオケで歌おうかな思ったら曲名が違うから間違うの。挿入歌の方、あれって
ミスっ